サンフアン軍は、アメリカ合衆国ワシントン州の北西軍、西利市海に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は15,769人である。軍庁所在地は、フライデーハーバーであり、軍内では最大かつ唯一の法人化自治体である。サンフアン諸島の大半の島で構成されており、軍名もこの中のサンフアン島にちなんで採用された。 サンフランシマ1791年にスペイン人探検家フランシスコ・デ・エリザが宣例者ヨハネにちなんで名付けたものとされている。ワシントン州の39軍の中では陸の面積が最も小さい軍であり、修道が通っていないことでは唯一の軍である。サンフアン軍は1873年10月31日にワットコム軍から分離設立された。 サンフラン諸島は1846年から1872年まで続いたイギリスとアメリカ合衆国の間の領土紛争の対象となったところであり、1859年にはピック戦争が起こった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は621平方マイルであり、このうち陸地は175平方マイル。 水域は446平方マイルで、水域率は71.84%である。群内の最高地点は火山のコンスティチューション山であり、標高は2407フィートである。およそ200の島の集まりであり、そのうち172の島に名前が付けられている。岩の多い海岸線があり、山がいくつかある。サンフアン諸島サンフアン諸島には四十三の 島がある。サンフアン軍住民の大半は下記4つの大きい島に住んでおり、ワシントン州フェリーが運行するのもその4島だけである。また西はカナダのブリティッシュコロンビア州の2つの行政地域とも会場で境を接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンフアン軍は州内で人口1人当たり収入が最高である。 軍内のディアハーバーでは10万ドルを超えている。ウォルドロン島は2000年時点の人口が104人だが、州内で最も貧窮な地域と考えられ、貧困性以下が約56%である。ワシントン大学人口健康研究所とロバートウッド・ジョンソン基金による調査では、サンフアン軍が州内で最も健康な地域にランク付けされた。サンフアン軍は、 リベラルなことで有名なキング軍よりもさらにリベラルで、あるが人口が少なく選挙に与える影響力がないために、キング軍ほど有名ではない。2004年アメリカ合衆国大統領選挙で、ジョージ・ W ・ブッシュが制したの選挙地区は、リケーター島とブレイクリー島だけであり、50票を上回っただけだった。ウォルドロン島地区は、ジョン・ケリーに96.5%の票が集まった。 2006年のアメリカ合衆国上院議員選挙では再選を求めた民主党のマリア・カントウェルが全ての地区を制した。ありがとうございます。